ではこの東京都中学校英語スピーキングテスト事業についての住民訴訟の提訴の記者会見を始めさせていただきます。初めにここに壇上に上がっているのは、一番奥が、吉田博之さん、原告ご本人です。でその隣が、大内博一さんも原告ご本人で、代理人の大島義則弁護士と私出口です。よろしくお願いいたします。一番上が配布資料ですね。一番上が記者会見の資料で、すみません、タイトルが記者会見資料括弧 ESATJ、 この ESATJ はその英語スピーキングテストの略称ですけど、その住民反射請求事件など住民訴訟事件 の、 5期ですので訂正をお願いいたします。そして、次がその訴状になってまして、訴状がその後に関連資料としてこの住民訴訟 の、 その証拠としても提出していますけれども、令和4年度の東京都教育委員会とベネッセコーポレーションと の、 その実施協定およびその実施協定の別紙として添付されているのが、ベネッセの作成した実施計画というものになります。で一番最後の A4 ページ表裏1枚、事業の方針変更等に関する覚書、これも東京都教育委員会とベネッセとの間で令和4年の8月22日付で締結されているものです。配布資料大まかな目次を申し上げますと以上のような形になります。では、本件の事案の概要等、大島弁護士からご説明させていただきます。はい、それでは弁護士の大島の方から本件についての概要をご説明させていただきます。お配りした記者会見資料に沿って、説明をしてまいります。まず2のところで事案の概要とありますが、本件はですね、令和4年11月27日に実施が迫っている、東京都教育委員会とベネッセコーポレーションの、共同開発実施とされております、東京都中学校英語スピーキングテスト事業、これ ESATJ と申しますけれども、この ESATJ に関して一切の公金を支出し契約を締結し、または債務その他の義務を負担してはならないとの判決を求める住民訴訟ですね、基づくような形でこちら発表していただければと思いますが、これがいわゆる住民訴訟というものでして、東京都のお金の使い方について問う、そういった訴訟でございます。原告となりますのは東京都の住民でございます、17名が原告になりますが、今日は代表で2名いらっしゃっております。住民監査請求を住民訴訟の場合は前に挟まなければいけないんですが、住民監査請求の段階ではですね、53名の住民監査請求人が集いまして、53名中訴訟の原告になっていただいたのが17名ということになります。被告はですね、本件 ESATJ 事業について、財務会計行為というんですけども、その権限を有するものですね、会計の権限を有するものが被告となっております。具体的には3の2、被告欄に書かれているものですが、被告東京都知事小池百合子さん、被告東京都教育委員会、被告東京の教育委員会の代表者教育長浜田佳代子さんですね、こちら3名を被告として、一切の公金の支出等を差し止める住民訴訟を提起、今日の午前中ですね、提起いたしました。従前の経緯というところに参ります。まず令和4年9月9日にですね、住民監査請求を先ほど申したものですが、提起をしました。ところですね、令和4年10月7日にですね、東京都の監査員の1名が、突如辞任をしまして、これ辞任というのも自由にできるわけではなくて、地方自治法上の手続きを得て、辞任されたのかなと思うんですが、そういった判断権者の入れ替えとかも、ある中でですね、60日以内に住民監査請求というのは判断しなければならないということで、我々令和4年の11月27日の前に住民監査請求の結果が出るようにですね、約束されていたけれども、その間にですね、いろいろなことがありまして、4の3のところで令和4年10月26日で、我々原告代理人が以下の資料を入手ということで、丸1ですけども、令和4年7月12日付で、
まあ、民間資格検定試験を活用した東京都中学校英語スピーチのテスト過去過小事業基本協定その2に関する覚書きですね、とあこちらちょっとあの、まあ、今日はあの部数を限っているのであのお配りしたいんですけど丸2と丸3をお配りしています。丸2がですね令和4年8月22日付の事業の方針変更等に関する覚書き、まあ、変更覚書きと呼びますがこちらが43ページ目、投資ページの43ページ目に添付しております資料でございます。またですね、もう一つ丸三の方ですが、令和4年9月2日付の東京都中学校英語スピーキング事業実施協定令和4年度ということで、これは令和4年9月2日付で提出されているものですが、投資ページに申しますと18ページ目からのものになります。このESATJの事業、まあ、令和4年度の事業ということなんですけども、当然のことながら、すでに始まっているものでありますが、この実施協定というのが締結されたのが、まあ、なんと令和4年9月2日ですね、2日に実施協定が締結されるということで、それ以前はですね、まあ、実施協定がないままに実施されたということになります。ESATJの受付開始自体はですね、令和4年の7月7日からですね、もう、中間生保護者さんの皆さんから受付が開始されているわけですけども、まあ、その時点では令和4年度の実施協定は締結されてなかったということが、住民活請求後に発覚をいたしました。まあ、さらにですね、この変更覚書という中ではですね、まあ、東京都教育委員会とベネッセのどちらが事業主体かというのが、まあ、本件問題になるんですけども、まあ、この変更覚書によって事業主体はベネッセから、ベネッセコーポレーションから東京都教育委員会へとスキーム変更していることが、まあ、反映をいたしました。変更覚書の方でも東京都教育委員会が事業主体、ベネッセは個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものであることが、まあ、確認されたということなんですが、こちらの原告の皆さんから従前からこれ委託なんじゃないかというふうには言っていたんですが、委託ではなく共同実施だとずっと東京都は言ってきましたが、住民監査請求、まあ、9月9日の前の9月2日に協定は締結されているんですけど、まあ、我々8月ぐらいから論点検討しておりますので、我々の住民監査請求の前にですね、まあ、手を打ったということなのかなと、まあ、想像してますけど、まあ、これは想像でございますが、そういった段階まで実施協定が、まあ、存在していなかったということになります。まあ、存在していなかったとしてもですね、まあ、いろいろな例外規定で、まあ、3年度のやつを活用してですね、事業自体は実施できるんじゃないかとか、まあ、そういう議論もあるかもしれませんが、まあ、通常であれば令和4年度を年度ごとに締結するということになっているということでございます。まあ、そうこうしているうちに令和4年10月27日になりまして、まあ、住民監査請求の要件や各監査を実施しないというふうに通知されました。まあ、内容面には入ら、判断に入らずにですね、まあ、却下というのをされたわけですけども、まあ、我々の見解としてはこの住民監査請求の却下というのはまあ違法な却下だと考えておりまして、きちんと住民監査請求を受け付けて、住民監査請求に対して、監査をですね、実施すべきだったというふうに考えております。ただまあそういった手続き、違法却下を争う手続きというのは日本法ではなかなか難しいところがありますので、住民訴訟の提起ということに次はなるんですけども、そうしまして令和4年、11月21日の本日午前にですね、住民訴訟を提起するというふうな経緯でございます。5の住民訴訟の要旨ですけども、肝心の中身や訴状を添付しておりますが、投資ページ目の2ページ目から3ページ目に、目次を載せているところでございます。で、まあ、ちょっと長いので、すべてはご説明できないんですけども、本請求の概要ということで、10ページ目ですね、10ページ目というのは、訴状の10ページ目なので、投資番号で申し上げますと、6ページ目ですね、投資ページ目は6ページ目。の訴状の10ページから11ページ目にかけてですね、我々の今回求める請求の概要を書いております。まあ、本請求の、まあ、請求の趣旨自体はですね、先ほど申し上げたとおり、一切の公金等の支出の差し止めというふうに、まあ、概括的な記載になっているんですけども、まあ、これは住民訴訟の性質上、原告らにはですね、財務会計行為の内容というのが、必ずしも十分に明らかにならないということを、で、まあ、訴訟提起の段階では概括的な記載としていますが、まあ、想定される請求としては、次のものが考えられます。訴状の11ページ目に、
第1に第2に第3にと書いておりますが、まず1つ目第1にですけども、令和4年度実施協定の締結行為というのが、まあ、最小経費最大交付化原則違反ということですね、まあ、地方自治法2条14項とか条体制法4条1項という、まあ、規律ですね、ですとか東京都の個人情報保護条例ですとか個人情報保護法ですね、まあ、これらの法令違反があり、まあ、公序良俗に違反し無効ではないかと考えております。なので、まあ、公金も支出されるべきではないというのが1点目です。2点目に、まあ、ベネッセ側にですね、もし個人情報保護法違反があるとするとですね、被告の東京都教育委員会はこの令和4年度実施協定についてですね、解除権を有していることになりますので、まあ、今現在解除権を持っているのであればこれを行使をしてですね、まあ、授業を止めるということができますので、止めてですね、この授業をやめるということになっております。ちなみにこの令和4年度の本事業の想定される公金支出ですが、4億6675万5480円が少なくともベネッセコーポレーションに分担金、業務の分担金として支払われるということで、こちらが差し止めの大きな内容となっております。第3にですね、まあ、令和4年度の業務委託に関する、まあ、東京都と日本経済研究所というところで、まあ、リーガルアドバイスを求めるような契約が締結されているんですけども、まあ、これは公序良俗に違反する無効なものであると考えております。まあ、1870万円の業務委託費を、まあ、研究所に払うという内容ですけども、まあ、こういったリーガルアドバイスというのは弁護士しかできませんので、弁護士法に違反するものと考えております。で、まあ、でもあるか、まあ、ちょっと早めにやめ、最小経費最大効果原則違反というのは、まあ、まあ、要はこの事業にそれだけのお金を費やす、まあ、コストパフォーマンスがあるのかというのは問われていく、抽象的な規律でございまして、まあ、こちらには、違反していると考えております。まあ、具体的には公平性、透明性、利益供与の疑いがあることという3つのような、公平性に欠けること、透明性に欠けること、利益供与の疑いがあることですね。この3つですけども、ちょっとここの中身までやっているとですね、ちょっと時間がない。そうですね。はい。中身は原告のコメントの方が詳しいと思いますので、まあ、どの点がこの事業が不当なのかということは後でおっしゃっていただこうと思います。投資ページ9ページ目、16ページ目以下で、東京都個人情報保護条例違反とか個人情報保護違反ということの、まあ、詳細が書いておりますけども、ちょっとこれも20ページ目ですね、投資ページ目、11ページ目、訴状の20ページ目に、共同実施スキーム下における政府の個人情報の流れ、括弧推定と書いておりますが、個人情報の流れですね、ベネッセと東京都教育委員会が共同で開発実施しているということなんですが、ベネッセがウェブサイトですね、個人情報の受付をしているということなので、まず東京都教育委員会の方から生徒保護者さんの方に丸1で個人情報の登録依頼とか同意の依頼というのが配られまして、そこからベネッセのサイトで丸2の方でベネッセが個人情報の収集をしています。そこからベネッセの協力会社へ採点等の委託がされまして、協力会社からさらにだと思うんですけども、ベネッセの責任で運営されているという、まあ、フィリピンの採点センターなるところで、採点が行われる。その採点結果はフィリピンから協力会社ベネッセに戻ってきて、東京都教育委員会に返すし、生徒保護者に返すと。まあ、こういった流れなのかなとは思うんですけども、この流れ自体がわからないということですね。まあ、個人情報を取り扱われるものといって、そもそもその個人情報の流れ自体がわからないということ自体がまあ問題かなというふうには思っておりますが、こういった共同実施スキームを取ったときにはですね、まあ、この丸2の個人情報の収集のところがですね、果たしてベネッセが個人情報を収集しているのか、東京都教育委員会が収集しているのか、あるいは両者で収集しているのか、これまあ今私もわからない状況にあります。そういう状況の下で個人情報を収集するというのが、まあ、個人情報保護法に違反すると考えております。またこの特別措置というのは、まあ、障害をお持ちの方とかはですね、特別措置を申請して試験を受けないことができるんですけども、そういった要配慮個人情報も収集している可能性があります。で、まあ、そういうわけでこの丸2のところも違法なんじゃないかと思うんですが、丸7の試験採点結果の提供ですね、ベネッセが採点したものをどうやって東京都教育委員会に返すのかという、個人情報の第三者提供ということになりますと本人同意が必要なんですが、試験を受けないという選択肢はありませんので、同意というものですね、紙で同意をもらっても選択肢がないものは同意とは言えませんので、まあ、同意としては無効の可能性がある、まあ、大きく言うとあとは利用目的ですね、利用
身をもってはかなり外郭的な記載になっておりまして、まあ我々がこのスキームがわからないというのは利用目的がきっちり書かれていないからなんですけども、まあそういった利用目的の特定というのも不十分なんではないか、まあそういった様々な問題を提起しているところです。やっぱ弁護士法72条違反は先ほど申し上げた通りですので、省略をいたします。私からは外郭的な話は以上でございます。はい。では、主にその、まあ、個人情報保護法についてはこの、まあ、大島弁護士が詳しいので、実質的にその受験生はこれ入試の評価にかあの考慮される前提での制度ですから、その任意で受けるということができない中で、実質的にその試験について自分の個人情報を提供することをこうベネッセ側に提供するのを同意せざるを得なくなっている、実質的に同意が強制されているんじゃないかというのが、その今回の個人情報保護法の一番の問題点であるというふうに弁護団では考えています。で、あとはその事業としてですね、その最小経費最大効果原則、最初のコストでいい成果を上げようという地方自治法上 の原則、大原則がありますけど、そのような事業ではない、本件に事業税金を出すことは不合理だというのは、これから原告 の代表してお二人の方々にそれぞれコメントいただきますけど、この東京都中学校英語スピーキングとさ、いかにこう不合理あるいはその不公平感を中学生 の皆さんの間に生んでいるかというところをぜひ知っていただければと思います。じゃあ、大内さんからコメントなさいますか。はい、武蔵大学の大内博士です。入試改革を考える会代表としてこの ESAT 税の問題に取り組んできました。とても多くの問題点がある試験なんですけども、とりわけ ESAT 税の不受験者の扱いというのは大変大きな問題です。すでに東京都側も明らかにしているように、英語学力検査の点数が同じか、あるいはその前後のテスト点数の人たちの平均点から不受験者の得点を推察する、まあ、架空の得点を与えるわけですけど、英語の学力検査の点と ESAT-J の点との間の相関関係のデータは保有していません。ということは、何ら根拠はない元で点数を推察することが明らかになっています。プラス、相関がないんですから、英語の学力検査の得点の点数と総合得点との間に順位の入れ替わり、逆転現象が起こるということも、入試改革を考える会の公開質問状による東京都側の回答によって認められています。このことも含めて、極めて入学指導した使用してはならない入試の公平性を欠いた試験である。欠けた試験であるということが言えて、今回裁判でもそのことが問題にされるということだと思います。少し複雑な内容なんですけども、私はこの不受験者の扱いをはじめ ESAT-J の問題点については雑誌やウェブなどの記事で、たくさん書いてきておりますので、それを見ていただければ、なぜ入試の公平性公正性にこの試験が反するかということは分かっていただけると思います。質問でも結構ですし、また私が自分の名前で発表したものに、これまで約1年間ずっとこの問題について論じてきましたから、ぜひそれを確認していただければ、なぜこの ESAT-J が入学試験に使用してはならないかということは伝わると思います。そのことが今回この住民訴訟でも、そのような公平性公正性を欠いた入試に公金を支出してよいのかということですから、裁判でも問題になるんだというふうに考えています。個人情報の件については大島弁護士が説明された通りですけれども、本当にこの ESAT-J を反対する活動の中で、保護者の方からそんなに遠くない過去にような情報漏洩事件を起こした企業に自分の子どもの個人情報を渡したくないって声がとても強く存在しました。ですから本当にこれ実施するとすれば、そういう不安を取り除くことが東京都側の責任だと思うんですけども、
この訴状にあるように極めて不透明で、これでは安心して登録できませんよ。で、そういう安心して登録できない状況を作っておいて、実質的にはその登録を強制する、子供が中3生が登録に際して泣き出したり過呼吸に陥ったりっていう事例がもう保護者の会の皆さんのアンケートで明らかになってます。私これ人権侵害だと思います。で、そういうことをやってきたんだということをぜひ知っていただきたいです。私の方からは以上です。吉田です。よろしくお願いします。原告の一人、都内の予備校、大学受験の予備校で講師をしていますけれども、大内代表と一緒に入試確保を考える会のメンバーとして、この問題に関わってきました。で、ですね、で先ほど大島弁護士の方からもご紹介あったように、監査請求53名の方、一緒に加わっていただいていて、そのうちほぼ3分の1にあたる17名の方が今回原告として加わってくださっています。で、裁判の原告になるというのは非常に大きな覚悟が必要だと思うんですけれども、それだけ皆さん非常にこの問題に対して強い危機感を持っているということの表れだと思います。原告の中には保護者の方も加わっていますけれども、ただ裁判の結果が出る前にその方のお子様は中学も卒業してしまいます。つまり原告の方々どなたも自分自身 の、 その権利とか義務を守るというだけではなく、守るわけではなくて、この問題自体が社会的にこう、看過できない深刻な問題であるということを認識されているということになります。で、本来私がこの問題に関わり始めたのは、これは3年前に共通テストでいろいろ問題があって、例えば英語民間試験を活用するとか記述式問題を導入するとか、その時にもう私たち入試会、その時にちょうど入試改革を離れから結成して運動したわけですけれども、それはなんとか止めることができました。しかしその頃から明らかになったのは、なんというか、いわば公教育が営利事業化されていると。で、これはもう止めなければいけない。公教育をきちんと健全化してちゃんと市民に取り戻さなければいけないというふうに考えました。で、で今回もその例えば都立高校の入試に使うテストであるのに、なぜか民間試験にほぼ丸投げの状態になる。で、採点の体制もよくわからない。非常にこう実施運営の仕方が不透明で、公平性がきちんと担保されているのも、これが全くわからない状況です。そこで、私たちは、都の教育委員会に対して公開質問状を出しました。しかしほとんどまともな回答は得られず、ほぼ唯一得られたのは先ほど紹介のあった、相関関係のデータがないということだけです。きちんとその採点の運営がどうなるのか、公平性を担保できるのか、それからその不受験者に対する扱いについても、全く具体的な説明はありません。で、私たちだけではなくて、保護者を代表する方々や、英語教育の専門家の方々も同様の質問状などを出していますけれども、それに対しても、ことごとくその、回答は拒絶している状態。そこで私たちはまず、住民監査請求を提起したわけですけれども、それは却下されてしまいました。で、先ほど申し上げたように、本来私たちが目的としている、目標としているのは、その公教育の健全化ですけれども、きちんとその入試については公平性が担保できる、そういうことを期待しています。しかし、法律的に、行動できるのは、この公金の支出を止めるという、住民請求しかありませんので、このような形で今回提起させていただくことになりました。しかし、この裁判の、経緯、それから結果が、この公教育の営利事業化の歯止めになることを期待しています。私の方から以上です。では、あと最後に形式面申し上げますと、今日提出したばっかりでして、まだ
事件番号やあるいはその裁判継続部のどこであるかということはちょっと今日の時点では分かりません。あの必要に応じて追ってこの点はご連絡ご案内させていただきます。はい、こちらからは以上です。幹事長代表して先ほど原告が17人という話があったかと思います。もう大内さんや石田さんのような大学の先生であったり予備校の講師の方であったり以外の方でどういった特性の方がどういう思いを持って参加されているのか。ですね、このまあさまざまな方が参加してくださっていて先ほども申し上げたように、保護者の方もいらっしゃいますし、それから、まあ、元教員の方、それからもう全然その教育とかには、まあ、直接は関係ないけれども、まあ、一市民として、まあ、この問題を、見過ごすわけにはいかない、そういう方々ですね。まあ、特に保護者の方々や教育に携わっている方はやはりこのようなその公平性が保障されていないようなテストを、まあ、都立高校の入試に使うということはもう一番、まあ、問題だというふうに考えて、まあ、今回の原告に参加してくださっているものと思います。スピーキングテストに対して公平性が担保できないという部分の問題って、スピーキングテスト云々ではなくてその今回 の, そのスピーキングテストの実施体制ですね、まあ、まずそもそもなぜその民間企業に委託するのか、でそれから採点も、まあ、具体的にどのように行われるのか分からないというけど、まあ、国外フィリピンにどうもデータを送ってそこで現地で採点するらしいんですけれども、まあ、その採点者の属性もよく分からない、それから、試験は今度の日曜日にあるわけですけれども、その試験監督が実は、アルバイトで今募集されていて、でもう1週間切ってるのにもかかわらず、どうもまだ大規模に募集を続けているようで、まあ、つまりその実施体制が非常にずさんな状態で、進んでいる。それに対しても、この教育委員会は、具体的なそのコメントを全く出していない。だからスピーキングテストがってことではなくて、ともかくこの ESAT-J という試験の仕組みそのものが、公平性が全く期待できないそういう状況にあることに私たちはその危惧を覚えています。比較付け加えますと、昨年までエース国立社が全部同じ点数であったのに、どうしよう今回そのスピーキングテストの20点が上乗せされることであるとか、あるいは学力検査の点数の方は100点満点1点刻みでやっているのに、スピーキングだけは100点最高点でつけるんですけど、その後6段階に分けて4点刻みという、まあ、そういうものが混ざるわけですね。そういうことが入学試験としての、入学試験というのは合否を分けますから、絶対に1点刻みで合格者と不合格者を線引きしなくちゃいけない。そこにそうしたこう異なったものが紛れ込むことによって、さまざまな問題が起こるということで、スピーキングの是非ではなくて、その試験の、制度のあり方が、入学試験の公平性公正性に反するということだと思います。ちょっと具体的な数字申し上げると、ここ都立高校の話、いわゆる調査点内申点ってあるんですけども、内申点が例えばエース国立社は約23点、でそれに対してこの ESAT-J だけで20点取った、たった15分間でした、まあ、その辺が非常にこう制度として歪である、まあ、そういったこともあります。関連でいくつか確認させていただきたいんですけれども、まずその住民監査請求の要は内容審査いろいろ出してたんですけれども、それは一切されずに棄却されたという形なのかどうかという確認と、あと住民監査請求ではこの最小経費最大効果原則違反と個人情報保護法が2つ大きな柱になってたんですけれども、今回のその業務内容もその柱はそのまま変わらずという理解でいいのかと、あと1点入試で、まあ、もちろん個別の、ね、特典については裁判もあったかもしれないんですけれども、これから実施される入試についてこのような訴訟が起きる事例というか過去の
そういうことってあったのかも教えてください。まず今回の、訴え提起、住民訴訟の訴状の内容と住民監査請求の時に求めた内容というのは基本的にはほぼ同じです。法律的な考え方は同じ内容になっています。でなぜかと言いますと、これ住民監査請求すると普通は監査結果報告書である程度例えばこの ESAT-J の事業でどのような公金支出を予定しているかという具体的な内容ですね、誰がいついくらを出すのかというところも説明として書かれてたりするんですけど、今回はそのような説明が全くない監査結果報告書でした。東京都のホームページにも掲載されているんですけれども、実質 A4 で 2,3 枚程度でですね、こちらが主張する監査請求で主張する内容というところについては、要件、住民監査請求として要件を満たさない不適法であるというところなんですよ。本当は住民監査請求ってその違法かどうかというだけじゃなくて、東京都の事業として不当なものか、法律違反はないけれども不当であると、著しく不当であるというようなところも監査委員であればできるんですけれども、そのような部分の判断も一切ないものですね。法律的に成り立たないんだっていうとそれだけです。私どもはこの法律的に成り立たないというところで挙げられた最高裁判決なんかは今回の事例では特に当てはまるものじゃない、特にその不当かどうかを見る点には一切当てはまらないと思ってますけれども、それにもかかわらずこのような理由だけで監査請求を却下するというのは実質的にもう監査拒否に近いのではないかというふうに考えています。あとちょっと他の訴訟、この入学試験で考慮するとか、このESAT-Jをめぐるですね関係の他の訴訟っていうところはちょっと私どもの方ではちょっと存じ上げない状況です。総合得点でも逆転現象が起きるということが表明されているというようなことをおっしゃったと思うんですけど、もうちょっとその点詳しくというか、スピーキングテストの点数だけじゃなくて総合得点でも逆転が起きるということは証明されたということですか。総合得点で逆転現象、逆転現象って言葉を東京都は使わないんですけど、なかなか、しかし私たちの公開質問上ではこういうふうになるということをどう考えるって言ったら文面はそのまま覚えてませんけど、起こり得ないものとは考えないみたいなことですから、事実上8月の回答というのは我々がね、その総合得点の時に逆転が起こるということを認めたというふうに考えています。その答えは資料が残っています。東京都側の回答も残っていますので、我々はそう考えています。起こり得ないと限定するものではないと考えますみたいな。だから起こり得ないと限定しないんだと思います。起こり得るということです。そうすると合否に関わってくるということですよね。特別措置申請ですよね。特別措置申請にどの程度の情報を書き込むで、どういう場合に認められるかっていうのも、あとはどうなんですかね。ですね、いろいろちょっと私たちは実際当事者ではないので、実際の登録どのように行われるか分からないんですけれども、でだからいろいろ情報開示の請求とかしてるんですけども、ほどこちょっと機
間延長されていて、ひどいものは令和6年の1月まで延長されたりして、なかなか情報が出てこない。まあ、それもあっても、まあ、これは法律的なこの措置を取るしかないということで、今回行っていて、だから、ちょっと我々もちょっとその辺は具体的にどうなのかは分かりません。投資ページだと33ページに、令和4年度の実施計画ですね、私ども最近手に入れた。投資ページの33ページの障害等なら受験者の手数と別措置ということで、まあ、視覚関係、聴覚関係、発達機能障害、発達障害、主体的に日本語に対する補助、まあ、そういったことが列挙されているので、もうこういったことは認められればおそらく免除されるんでしょうが、まあ、その前提としてそういう情報を取るということだと思うので、まあ、そういったセンシティブな情報というのを、まあ、そもそもベネッセがそのサイトで情報を入手しているのか、公共と教育委員会なのか、あるいは共同で情報を持っているのか、誰が収集して、フィリピンまで行くのか行かないのかもよく分かりませんが、フィリピンまでは行かないのかもしれませんが、まあ、分からないということですよね。だからその障害の情報が子どもの障害を持っているという、どういう障害があるという情報がどこまで行くかも示されていない。はい、まあ、協力会社さんが使うのか使わないのかとか、例えばベネッセとか東京都教育委員会でだけ使うのか、教育その協力会社さんまで行くのかとかね、それもよく分からないので、はい、まあ、ちょっと我々は結構分からないことが多いということ自体が問題だと思っていて、ぜひ訴訟の中で、ね、東京都の側が主張するともう少し当たってくるのかなと思っております、はい。一応今の点、その都内公立中学校生徒用に配られている生徒の申し込みマニュアルによると、その特別措置というのは、まあ、例えばその点字、まあ、視覚障害の関係で点字や弱視の方とか、あるいはその色弱関係、あるいは聴覚に問題がある、あるいは喫音や発話関係の障害、それから上半身というのかな、上肢の不自由とか、あるいは発達障害とか、下肢、下の足 の不自由な面とか、その他持病や心理面での配慮が必要な場合とかっていうところがあって、それはね、各公立中学で学校側で事前確認をして、学校長が判子をした上で申請するという案内が書かれていますね。だからその上でベネッセのところに措置、具体的な措置申請書という形で提出されるという仕組みのようです。朝日新聞の本田と申します。福島さんに福島先生ちょっとお確認なんですけれども、はいはい、個人情報保護法の部分で、はい、今回その新たにその令和4年度の実施協定というのが9月に入ってから、はい、締結されたということが明らかになったということで、それが締結される前に個人情報を収集し始めてたということは、それは、違法と考えられる部分なんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとこれ東京都側の主張はよくわからないんですが、まあ、そのとある条文によると、締結するまでは令和3年度の協定とかを流用しながら事業をベネッセが実施できるというような条文があったので、もしかしたら前の年のものに基づいて実施してたのかもしれない。これわかりません。で、そうすると9月2日以降は少なくともこの実施協定、実施計画に基づいてやっているんですが、個人情報の取り扱いに関しては、この投資ページで申し上げますと、38ページ目ですね、個人情報の取り扱いというのが実施計画にあるんですけども、これは令和4年、令和3年度の実施計画には、この個人情報取り扱いの項目はなかったと思うんですね。で、令和4年の9月2日付のやつから突如入り始めた。そうすると、9月2日前の個人情報の取り扱いは、この遵守事項というのが、書いてなかったわけなので、どういうふうに個人情報の安全管理措置を取っていたのか、で取っていなかった可能性もあるなっていう、そういう現状ですね、我々が分かるのは。そういったことでございます。まあ、我々は主に問題にしたのは、9月2日前後にですね、事業主体がですね、
変わってるわけなんですよね。でネステから東京都教育委員会に、受付中に事業主体が変わったということなので、普通であれば受付中だけど事業主体が途中で変わりましたよとかね、都民に案内された方がいいと思うんですけど、今この情報公開請求した資料で分かりましたので、我々は情報公開請求したもの以外は知らないと思う。誰が事業主体なのかそもそも知らないと思うんですね。事業主体が誰か分からないということは、個人情報を集めているのは誰かは分からないということですよね。それは不適正な情報の取得に該当する可能性がありますので、個人情報法に違反すると収集の部分では考えています。はい、もう一点なんですけれども、はい、原告に保護者の方がいらっしゃるということですけど、中学校3年生の保護者の方もいらっしゃるっていうもいらっしゃいます。ありがとうございます。あともう一点ですか。はい、大島さんにお伺いしたいんですけれども、令和3年度のベネッセから上がっている報告書の中に、その保護者の許諾を得ずに、つまり学校一括申し込みなので保護者の同意を得られずに申し込みが得ずに申し込まざるを得ないということが課題として挙げられていて、そういう認識が、ベネッセと東京都教育委員会の中にあり、さらに今年も学校一括申し込みで保護者の同意を得ずに申し込まれたという声が保護者から上がっているんですけれども、法律的に見てそういうのは個人情報保護法的にはそういうのはどうなるのかというのを知りたいです。ちょっとその報告書は持ってます、持ってない気がするけど、じゃあもしあるんであればちょっとまずいただきたいということですね。課題が指摘されているということで、はい、ちょっと今カットはその報告書というのか証拠であったのかわからないですけども、ちょっと後でご提供いただきたいと。あとこれこの共同実施、共同開発共同実施の事業なのか委託事業なのかというのは、個人情報の取り扱いというのが全然違うんですね、システムとして。なので、委託の場合はですね、委託元から委託先に業務を委託します。その時に情報、個人情報をこう流れていくわけですね。委託元から委託先に、あるいは再々委託先にどんどん流れていくわけですけども、それは実は個人情報保護法上はですね、委託を取っている時には本人の同意がいらないという仕組みになっているんですね。つまり、なぜこの9月2日の規定で、東京都教育委員会は事業主体、ベネッセは個人情報取り扱い事務の委託でお受けたものか確認したのかというと、委託であれば保護者とか生徒の同意なくして委託先には情報を流していけるというのは個人情報保護法の仕組みなんですね。個人情報保護法がそういうものなので、それ自体が憲法違反だったかっていう議論あるかもしれませんが、一応今そういう仕組みになっています。なので委託事業ということになると、情報が流していく。だけどもそれを確認したのが、受付が終わってから9月2日なわけですよね。でその前は委託ではなく共同実習、共同開発と言ってたわけなので、そうすると情報を流す際には本人同意が必要になってくるのではないかと、そういうこの個人情報保護法のスキームと私は呼んでますけど、でもそういった事業設計ですね、事業設計上の瑕疵がある可能性があるということですね。お答えになっているかどうかちょっとわからないですけど、大丈夫そうですか。はい、今の報告書ですと同意が取れるかどうかわからない、つまり共同実施スキームだと合法的にこの事業設計がうまくいくかわからないっていう、そういう報告書があったってことなのかわからない、確認してないんですけど、それで9月2日で委託に組み替えればうまくいくというふうに考えている可能性はありますよね。想像です。関連でもう一つお伺いしたいんですけれども、その委託する前の共同実施事業の段階でベネッセの個人情報というのは、ベネッセがこう好きに活用できるという状態ではないって私たち今日説明していると思うんですけど、そのあたりってどうなってるんですか。今日の委託じゃなくてベネッセと共同でやってる事業だったら、ベネッセの方も個人情報をこう主体的に扱えることになるんじゃないかなと。そうですね、受託者として個人情報を取り扱うのか、自ら事業として個人情報を取り扱うのか、ベネッセがどちらの立場なのかということですよね。でまず9月20日より前なので、はい、ベネッセ事業
が、それまで集めた情報というのは委託じゃなくてベネッセの共同実施のものとして集めているものなので、そのあたりどうなんですか。と我々は考えてますが、この9月2日の変更覚書は委託であることを確認すると言ってるので、書いてはなかったが我々はずっと前から委託だと思ってましたというのは訴訟で主張するんじゃないですかとは思ってますが、いやしかし都民委託ではなく共同実施って何度問い合わせても言われてきましたので、うん、9月2日の段階で委託であると確認したことによって、うん、その前に訴求するものではないというふうに我々は考えています。もし訴求するものではないとすると、共同実施の事業、つまりベネステが自ら個人情報を自分の事業として集めているところがある、少なくともということになりまして、それを自由に使えるのかという話ですけど、これは利用目的の制限というのがかかりますので、書いた利用目的の範囲内でベネステが使うということになりますが、はい、ただ、まあ、受託者ということ、ベネステは受託者ということなのとすると、業務の委託目的の範囲内で取り扱うというその個人情報保護上の制約がちょっと変わってくるんですね。共同実施でね、自分で自分が自ら事業主体だというと利用目的の範囲内で使う、受託者だとすると業務委託の目的の範囲内で使う、その仕組みが違うので、そもそもその仕組みが分からないってことだと守るべきルールが違うわけですよね。だからどこがミスっちゃってるんじゃないかなと思っているんですが、そこは争点になっていくと思われます。はい、基本的には業務委託の範囲内の方が狭いって考えていいんですか。そうですね、委託元の業務目的に拘束されますので、その範囲を超えては使え、自分の事業、例えば自分の事業のために転用しようと思っても受託者の立場なので、それはまあ難しいということになりますね。自らの事業ということになると、利用目的の範囲内では使えるということなので、まあ情報の利活用範囲というのは、一般的に委託じゃなくて、自分が事業になった方がどんどん使えるということになりますし、まあ、今回のちょっと AI による採点とかなんとかっていうのもあるので、まあ、いろんな活用も考えていらっしゃる、投資ページ37ページですと、AI を活用した採点の導入の研究の方向性とかっていうのがあるんですけども。どうもこの個人情報を集めた上で AI 採点評価みたいな調査研究しようと思っているみたいですけども、これが果たして委託だというんだったら、東京都からベネッセに対してその AI による調査研究で委託しているのか、あるいはその AI の調査研究というのは自分で実施する調査研究なのか、まあ、そのあたりがもうはっきりしない。まあ、ちなみにこれ利用目的で AI 活用については書かれていませんけどね、利用目的で、まあ、やってるかどうかは分かりませんけど、計画に入っているだけなんで、実行するかどうかは分かりませんけど、はい、個人情報保護法はちょっと複雑で、申し訳ございません、説明が難しくて。なければ各自。